どうものちんてぃびです。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で今回なんですけども、 SSR 田津田さんや次長代理、あとはねキルインさんなど友人カードが強化されるという話をしていきたいと思います。でちょっとまずねオープニングとしてやらせてほしいんですけども、今ですねいろいろ情報がね発信されまして、いろいろ新情報来まして、情報量多すぎて動画が間に合っておりません。マジで間に合っていない。なんでねちょっと通知いかないので、動画一覧とかね、まあ一応コメント欄とかにリンク貼っておくん で上時間ある方はねチェックしてほしいです。明日もマジで動画いっぱい上げたいのがあって大変なんですが、まあ、今時点でも動画4本上げていて、これ多分5本目になっていて、 YouTube って通知が3本までしか行かないんで、これが困っているんですが、お時間ある方はぜひともこの振袖うららちゃんとかね100連無料の動画とか見てみてください。他にもまとめた動画もあったりします。なんでね明日も通知いかないこと予想されるんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ということでね今回の内容いきます。まず友人サポートカードが調整が入ります。こちらは公式のお知らせにも表示されているもので、なんとですね友人カード強化調整が入ります。一応こういうねゲームバランス調整っていうのはアッパー調整と、まあ、下げる調整とかね、強化と一応まあ他のゲームであれば弱体化とかあるんですけども、まあ、ちょっとガチャが関連するのはあんまり弱体っていうのはないんですけども、まあ、ゲーム全体のバランスでねナーフされるとかも一応あったりはします。ウマ娘だと一応イベントがねあれこう言ってたのにちょっとだけイベントが弱くなってるなとかで、ね、あります。イベントっていうのはそのゲームの、なんとかキャンペーンとかのイベントのことね。それでちょっとナーフあったことあるんですけども、まあ、レジェンドレースとかね、あとは、100人レンタルのやつとかね、トレーナー技能試験時あったんですけど、まあ、そこら辺はちょっとね動画触れてないんですけども、まあ、強化調整今回は友人サポートカード強化入ります。はい、ということでまずは強化調整対象なんですけども、こちらとなっております。キリュウインさん、タズナさん、そして、理事長代理樫本理子ちゃん、はい来てます。こちらがですね、調整入って SSR そして R もね全部が対象でございます。はい、でその強化なんですけども、まずはねメンテナンスがあります。これの調整が入るのは1月11日の、12時からです。でメンテの時間が11時半までとなっているので、ちょっとねここは一応ね注意してください。この後に強化が入るようです。なんで一応ですが、これね他の情報も加味してみると、正月イベントが終わった後に、調整が入ってメンテも入るっていう感じです。で一応これ先のことなんであれなんですが、注意事項もあります。今回このメンテナンス中は育成ができませんし、ポイントも稼ぐことができません。なんでこちら育成中のデータ削除されます。なんでここは一応完了させておいてください。途中でここの時間11時半来てしまうとそれ消えちゃいますということです。なんで育成完了していくことが重要です。であとここ補足でね、まあ他のイベントね、まあ正月イベントがねちょっとねフライング気味に今ねあるんですけども、それで加味するとこれねイベント多分、30分早く終わっちゃいます。いつもよりね、こう考えるといつも12時までなんですけども、このメンテがあるわけで一応ね正月イベント、これも先の話にもなるんですが、終わりが11時半っていうことに実質なると思います。はい、ここら辺は一応追加情報でございます。はい、ということで、まあ、ここからね、強化されていくんですが、ちょっと見ていきましょう。で今回強化内容一応4つあります。でまず1つ目、友人タイプのサポートカードを編成した場合のみ発生する育成イベントについて、未編成の場合も低確率で発生するよう調整というふうになっております。で今回ねちょっとね公式サイトとかで、ね、お知らせ見ても文字が長くてね分かりにくいんで、ちょっとまとめてまいりました。で今回こちらなんですが、一応これは、入れてなくても出ますってことですね。デッキに入れてなくてもランダムイベが来るということです。まあ、つまりどういうことかというと、これまだね未実装なんで一応まだ確定ではないんですが、こういうことだと思います。ランダムイベントというのは、例えば手綱さん選んだ生き方というイベントがあります。この選んだ生き方というイベントは、上を選ぶと回復してやる気も上がるというね神イベントになっております。下を選ぶと、賢さとやる気が上がるっていうね、なんか雑巾掛けしてるみたいなやつ、なんだろう、なんか走ってるみたいなやつあんじゃん。それが、手綱さん入れてるとね、回復してかなりいいイベントなんですが、これがデッキに入れてなくても来るということだと思います。なんでこのランダムイベントが、まあ、手綱さん、理事長代理他にも合わせてですが、ランダムで普通にデッキ入れなくても来るということだと思います。はい、でこれが嬉しい調整ですね。そして2つ目なんですが、友人タイプのサポートカードを編成した場合に発生する一部イベントの発生確率が高くなるよう調整。これもね、まあ、ちょっと一部イベントとか言ってるんで、これも未確定なんですが、これも何言ってるかっていうと、こういうことだと思います。
多分ですがお出かけできるようになるイベント、これが一部イベントっていうことで、これが発生しやすくなるということだと思います。で一応このねお出かけイベントについてはこれね多分、結構なんかお出かけ来ねえってなることがありますよね。正月までに来てねえじゃんって。特に手綱さんの場合は尻尾上がりくれるんで、手綱さん来てないことは結構致命傷になるから、手綱さん来てないってなるのが調整されるんじゃないかなと思います。それが一応これね文字で見ていくと一部イベントっていうところだと思います。でこれがどういうことになるかっていうのも、まあこれね文字読むだけでなく解説すると、一応青春杯で手綱さんが使いやすくなるかもしれません。これねお出かけがもしね来るようになるのであれば、なんで一応青春杯だとねシナリオリンクがなかったりで絆上げね、しにくかったりするので、手綱さんがね正月まで来させるっていうのは難しかったんですけども、これが発生しやすくなるとすれば青春杯の育成でも手綱さんが使いやすくなるみたいな感じです。だしあともう一個あるのはダブル友人システムとかやった時に、まあお出かけねちゃんと来てもらえればやりやすくなるかなという感じです。まああとは普通にね1枚の編成であっても本当にずっと来ねえぞってなる時ありますから、それがなくなるということで、強化の調整となります。はい、で次3つ目なんですけども、友人タイプのサポートカードを編成した場合に発生する育成終了時のエンディングイベントの分岐条件を挑戦というふうにあります。これがエンディングイベントっていうのが何みたいな感じと、あとは分岐条件を調整の何ってなります。でこれが4番読みます。4番が分岐条件の調整に伴いエンディングイベントで獲得できるパラメータの量を増やすよう調整というふうになっております。でこれもまあ一応ね今のところ、まあ未確定ではありますが、エンディングのパラメータがとりあえず増えるということだと思います。はい、でこれが一応エンディングイベントだろうと私が持ってるもので、まあ違ったら一応コンセントレーションとかの可能性もあるのかなとか思ったんですけど、あれエンディングイベントなのと思って、ちょっとねそれが運営さんがエンディングイベントって何のことを言ってるかなんですが、一応エンディングイベントが、コンセントレーションの場合はこれ分岐って意味わかるんですよね。なんで一応それね失敗成功があるからその分岐がね、取りやすくなるのかなっていうふうにもちょっと思ったんですけども、一応まあ2パターンあって、サポーカーの最後のイベントエンディングイベントっていうんだったらコンセントレーションや一陣の風のことです。でもう1個が、一応こっちが分岐ってなんだろうと思ったんですけど、キリュウインさんで分岐あるのかなと思ってちょっとだけこっちにも一応書いております。その2パターンだと思います。でこっちの場合は一応ねこのね最後の、シナリオが終わった時のエンディングっていう意味なんですけども、代理だったらねスタミナ根性をもらえるのありますよね。でこれがまあ最後ねスタミナ調整足りるかなっていう時には、代理もいるからスタミナやっぱりいいな、代理強えなってなるような、これが最後のエンディング、まあシナリオのエンディングでもらえるイベントです。で手綱さんもね、まあ、最近は代理の方が出番が多いと思うんですけども、手綱さんは最後にねあの全ステータスもらいます。なんで全ステータスなんで手綱さんも結構強くて、ここが上がるのであれば手綱さんもまたね復権するかもしれないなというところになっております。はい、でこの 3,4 については、まあ、コンセントレーションもしくは最後の頃今言ったイベントだと思っていて、これがまあどちらにせよ獲得できるパラメータの量が増えるので、これはかなりいい調整というか、また代理が強くなってしまうんじゃないかなというふうに思っております。はい、なんでね一応ここでこっちの結論としては、今でさえかなり強い代理のボスもらえるステータスがさらに増えるということなんで、いやこれはちょっと代理今でも結構人権レベルにね普通にその短距離とか以外は入るんだよね。マイルだったり入れない時もあるけど、まあ、ほぼほぼデッキに入る代理がこれねパラメーター量増やす調整っていうのはちょっとぶっ壊れで、まあまあ、いいステータスのマムスを作るにはつながるんでいいんじゃないかなとは思っております。はい、ということでまとめいきたいと思います。まずは編成してなくても嬉しいランダムに目が来る可能性があると思います。結構、友人カードのランダムイベントって嬉しいものが多いと思うんで、これは普通に、嬉しい調整でもあります。嬉しいイベントが来るから嬉しいはい、ということです。小泉公文、そしてあとはお出かけのイベントね、お出かけできるようになるかどうかっていうイベント、それがアップするので、ここも普通にストレス緩和というかね、これってなる時がなくなるのでいいと思います。であとはエンディングの分岐かなんとかとか言って、まあ、ステータスが上がります。これはね普通に強い気がするんですけども、まあまあまた代理が人権になってしまうなという感じは私はしております。
で、あともう一個なんですけども、 R 代理もね挑戦に入ってます。最初に紹介した通り、なんで R 代理のその使える度も上がっていくっていうところはありがたいんじゃないかなと思います。一応結構ねちゃんみでもその自分の持ってるサポカーの手持ちによっては、R 代理の監督使っていくパターンっていうのも見受けられたりしますので、そういうところでもねまた馬娘が育成しやすくなるという情勢だと思います。ということでね、のっちん TV でした。またですね、今回いろいろ正月も忙しいんですが、一応動画生放送頑張っていきますので、ぜひとも高評価よろしくお願いします。それではまた次の馬娘、そして動画もいろいろアップロードしてるんでね、お時間ある方は見てみてください。それではのっちん TV でした。またな、バイバイ。